みんなのおかげで私たち強くなれたよ。ありがとう。さようなら。またいつか絶対に会えるよ。じゃあねみんな。俺たちの世界からデジモンがいなくなっちまう。そうなったらお兄ちゃん大丈夫だよ、ユウコ。そう、うん、8年ぶり。安心しな。お手柔らかに頼むよ。やりきれたな、俺たち。帰りましょう、私たちの世界へ。うん、帰ろう、みんな一緒に。あれから1週間が経ちました。東京はまるで何事もなかったかのように、今日も人、人、人で溢れ返っています。と言いますか、本当に何もなかったのかもしれません。私たちだけの記憶、それはみんなにとってないものと同じなんだと思います。自称ひよたの新くんが言うには、分岐していた時間軸が合流したのだそうです。いろいろ説明してくれましたが、半分寝ながら聞いていたのでぶっちゃけよく分かってません。でも要するに私たちの過ごした8年間がまるっと変わってしまった。そのほとんどがなかったことになってしまったのです。この東京は私たちにとって新しい東京です。例えば上白悟、ゆうこっちのお父さん、なんと普通にいます。これには本当にびっくりしました。上白エンタープライズの社長としてバリバリエデンとか運営しちゃってます。ゆうこっちはまだ戸惑っていますが、そのうちお父さんに甘えまくればいいと思います。数年分手加減なしで思いっきり。ついでに岸辺理恵もいたりします。社長秘書だそうです。さらに社長と熱愛中だそうです。近い将来ゆうこっちのお母さんになるかもしれません。頑張れ、ゆうこっち。例えば
エデン症候群。新しい東京では8年前に恐ろしいテロ事件が起きて、その事件に巻き込まれた被害者が昏睡状態で眠り続けていたことになっています。みんな1週間前一斉に意識を回復したそうです。ちなみに優吾くんもそのうちの一人ということで目覚めました。今リハビリに励んでいます。私もお手伝いしてます。回復した理由とか当然みんな知りません。今のところ神様の奇跡説と宇宙人の干渉説が有力だそうです。例えばデジモン、あの子たちに関しては何とも言えません。いると言えばいるし、いないと言えばいないみたいな。デジモンキャプチャーはもう存在しないんだけど、デジバイスで超流行ってるアプリにデジタルモンスターってのがあって、育成ゲーなんだけどこれが結構ハマっちゃう感じで、そのアプリにアグモンとかガブモンが登場しちゃってるから、驚きというか桃の木というかなんというか、これってどういうこと？わけわかんないんですけど、みたいな感じで、もうお手上げです。いわゆる頭パーンです。でも君ならわかるかもしれません。そう、私たちの記憶と変わらない現実もあります。新しい東京にはスウェドー明美はいません。あの人は生まれていないことになっているようです。なんだか少し胸がキュッとしますが、これでよかったんだと自称ひよたの新田くんは言っています。京子さんもいません。探したけどいません。でもクレミ探偵事務所はありました。京子さんがいた痕跡もありました。京子さんはいるのでしょうか。私たちには見つけられないだけ。きっとそうなんだと思います。京子さんを見つけられるのは名探偵の君だけ。きっと絶対そうなんです。だからだからお願い。おい、しけた顔し、てか本当は俺だってそんな顔がしてんだよ。分かってるね。心配すんな、医者の話じゃ体はピンピンしてるらしいしよ。うん、ほらこいつアホだから、エデンのどっかでどっかの誰かすあれはイーターに囚われていた兄さんの潜在意識。それにそもそもの原因は私たちと言いますか、いつ兄さんが浮かれていましたって。うわ、マジで好き。はい、ま、ま、そっか、自称ひよたの新たく、ああ、ノキアさんまで。おい、どっ、エッテン、何にもしないでくよくよしてたらアグモンやガブモン、ノキアさん、幽霊やってたらさ、もうエデン中探せばデータの、あれ、私今電脳探偵っぽくない？そんじゃ聞き込み開始、ついてきなさい、そこのダケメン女子。はあ、ち、しゃあねえ、付き合ってやるが。けどな、はっきり言っとく、俺が電脳探偵でお前が助手だからな、これだけは譲れねえって。おい聞けよ。ようやくお目覚めのようだな。君を見つけてから一向に反応がなくてね。さすがに諦め、私の声が。この状況に関し、君の反電脳体は無理、君が君であるためのデータを無産させてしまった。どんな気分だい？
言わずもがなか。私もな、数世紀ぶりにイグドラシルの意志を受け動いてみれば人間になったり、ずいぶん無茶をする女子も一人いたしね。まったく。だがおかげでありがとう。この言葉を君に伝えておきたくてね。ん？君はこれ先に伝えた通り、君のデータは無、その状態で反映、もしくはそうだな、で私の仕事はこれから忙しくなる。イーターはイグドラシルによって初期化され、だがその小イグドラシルですら検知できない高次元に、それをどうにかして確か、どうだい、馴染み深い内容の仕事だろ。君の困った様子が見たくなってしまった。私もだからこそ仲間を救いたい。私もそんな気持ちになっているんだ。いや、見たまえ。いいかい、君の仲間となったデジモンたちも少なからず、君はほとんどデジタル生命体のような存在だったから、その証拠は君自身のデータが少しずつね、友情、愛情、傷、それらを全て集め、精神データ前代未聞かつ少々強引だが、私からもわずかながら君のデータを提供しよう。一つだけ心残りがあるとしたら、君にはでは別れの時だ。さあ、君の未来を。